もうあの味もつけてあるし、こうやってあんこにする、すりこぎで。これまででいいんだよね、これで。うん。ね。あんた甘さ見れる？嫌だ？無理？強制しちゃってる。あ、そうか。歯磨いちゃったし。うん、うん。じゃあまあ、これでよしで、私が、あの、もうちょっとこなす。うん。うん。はい、じゃあそれでよし。今からおたもちを作ります、うん、これは？これがあんこ、うんうん、あんこきなこ、これ何？黒ごま、うん、みんなやらんでも3つぐらい作ってさ、いろいろ、うん、でもうあんたのところ持ってって、あとは私がゆっくり作るから。これもち米？ただの米？米はね、割合ね、米はもち米が、うん、本当は2入れようと思ったから足りんから半分半分、もち米が 1.5、うん、それから普通のご飯の米が 1.5 で3合炊いて、うんうん、米がなかった、あると思っとったらもち米、あ、これは大きいからきな粉ね、うん、あんこは中に入れないの、うん、かける派、うん、上に乗せる派熱くない？ちょっとだからさ、冷めたから言ったじゃん。違う、米じゃなくて、うん、室内が暑い。28度になってね。ん？28度。いくつ欲しい？ん？いくつ欲しい？何個でもいいよ。4人か。うん。2個ずつで8個。6。半分半分作ってみよう。これ半分、これ半分。うん、うん、そうだね。今度これやるね。違うよ。1個のやつで半分だよ。その後どうやってやるの？半分つけて、半分。半分、あの、きな粉で半分。丸のね。うん。これや、くっつかんかない？絶対くっつかんや。だって、サラサラじゃん。そうだね。くっつかんない。半分つけて、そんなことするの？半分。どう？できた？できん。うまいこといかん。うまいこといかん。両方にしとけ。ね。じいちゃんまた硬いとか甘くないとかって言うねえ。でも前くれたやつ食べてたよ。食べるって聞いたら。何がぼたもち？うん、あ、この前のやつ、きな粉食べてた、うん、変なこと書いてあったよ。ん、いろいろなんか意見言う人があるじゃん、コメント欄。うん、うん、あれ面白い。おじいちゃんみたいな、なんか書いてた。返答が面白いから。だって半分聞こえてるか聞こえてないかわからん。もう昨日ね、じいちゃんに絵描かせた。何の絵を？クマ描いてみんとか、うん、猫の絵描いてみんとか、魚描いてみん。描いた？したらね、俺は描けんって言いながらね、うん、描いてね、うん、これ魚。いいじゃん、サマミたちから。エビフライだこれ。あの、それであとはあんこにするよ。うん、うん、もったいないじゃん、これどうするの？みんなビニールの袋入れて取っとく。もう一回戻すの？どこへ戻すの？ビニールの袋入れてね。冷蔵庫。皿の？こんなちょっと米が入ったりしてて。そういうのは私が取るのじゃん。うん、
それでまた近いうちに作るもんで、うん、あなんか気持ち悪いじゃん、ちょっと微妙にさ黒ごまついてて、うん、あんこがね、あのこれあんこあのつけるときだけやろう、あのあんこが一番めんどくさい。なんで丸まらんからつけるのは大変。あんたあの味を見れんわな、歯が、うんうん、もうご飯食べてお腹いっぱいだし、うん、まだ残ってるじゃん、ちょっと、うん、しょうがないじゃん、そこに入らん。この前こうしてやったらね、ちょっと冷えてからやったらね、うん、上手に使ったからさ、ご飯が熱々い、熱々いって言うとうまいことつからんじゃん、きつかんじゃん、うん、だから冷たくしてやったらね、いいからちょっとあんこがね、今日ね和菓子職人ってそう考えたらすごくない、うん、あんこでだってさ、花とか作ってんだよ。うん、だけどさ、あんこ作るっち人がないだ。私たくさん取れたから、うん、山の友達にさ、うん、だいたい作りそうな人にね、うん、今年のあんこは作ったことない、おしるこは作ったことある。なんで、あんこからおしるこ作るんじゃないの。そうだよ、ほんであおしるこにするあのする前のやつを、それを、うん、水をあのね切って、おしるこより水を少なめでやればそうそうそうできるじゃんって言ってもね、いやいや作ったことないって、だっていいわっつって、星野さんもそう言ったあのたくさん小豆ができたでどうですかって言ったら、あんこは作ったことない、買ってきちゃうんだって。今度さ、これの米の中にあんこ入れてさ、おにぎりの具みたいに、うんうんうん、それでさ、このごまとかつければいいじゃん。それが本当のおはぎじゃないの。食べたことない。だってこれただのさ、黒ごまご飯だよ、うん、ときなこご飯だよ、うん、おはぎとぼたもちの違いは何、違いってあるの、うん、ある、むしろおはぎはね、うん、ハギの花は秋でしょう、うん、ほんで、なんでおはぎっていう秋はね、うん、で春の花はボタンが咲くでしょ、春に、うん、ほんで春のお彼岸さんには作るじゃん、こうやってボタン餅を、うん、なんで春はボタン餅って言って、秋はおはぎってなって、え、一緒じゃん、物は一緒だよ。へ、どういう違いが、あのどうしてそういうね呼び名が違うかって言って言ったらね、だからラジオで言った、あ、そうなんだ。ほんじゃまだご飯残ってるで、中に、うん、ね、あんこ入れて、うん、あんこ入れて、その見たことはあるけど食べたことはない。なんか手にみんな貼り付いてちょっと。それにあのまだあるよ。これもっと米いるんじゃない？これこうやって入れて、うん、中に入れて、コロコロ、うん、そうそう、あっちに。うん、入れてまたやるの？やらねえ、変じゃん。じゃ入れてあんこじゃなくて、うん、向こうをつけるのか。そう、あんこじゃくどいじゃん。うん、そうだね。ご飯まだあるだろ？ちょっとね。ちょっとある。あと2つぐらいある？うん、あ、2つもない。2つもないの？ちょっとちっこいのが2つできるけど。じゃあちょっとできんな。これはこういうのやるとさ、おかずがいらんで今ちょっとあのナスの炒めたのね、うん、食べたら美味しかった、うん、今食べたのナス、うん、帰ってきてから冷たくなって味も見ずに行ったもんでさ、うん、どうなったかな、ナスがなって困ってるでさ、売ればいいじゃん、仲良し広場とか売れんの。いや、私のやつはね、売れん。なんで？下手だから。ちょっと虫に食われてるの？うん、曲がってるし。ナスって曲がってちゃいかんの？曲がったっていいだろうけど、こういうふうにしてちゃんと包んで、で、あんこ、あんこじゃない、きな粉たちつけて、このママがおばあちゃんのあんこは甘くないって言ったで、思い切って甘くしたんだけど、まだ甘くないかな。ん？あ、まだ甘くないかな。あんこ違う、砂糖だけじゃないんじゃない、入れてんの。だから今日は、うん、黒砂糖もらったから、うん、あの
フラボーさんって人に、うん、それを入れたの。なんでちょっと残すの？だって大きくなりすぎちゃう。いいじゃん、うん、大きくなりすぎても。うん、今度黒ごまにしよう。ここ見えた。いいよ、黒くだったら分からない。でもう米ない？ない。あと私がつまむだけぐらいか。食べてのお楽しみで、じいちゃんに。これね。ロシアンルーレット。わさびでも入れといたら。この前、オアシス行ってきたからね、うん、いっぱいね、フルーツがある。何し行ったの？フルーツ買いに行った。オアシスに？うん。ビッグにはないの？オアシスの方がいいんじゃない？梨とかさ、ぶどうとか安いし。あ、本当？多分、知らんけど。知らんけど、私も。じいちゃんのもの。1、2、3。食べる。いいじゃん、食べればね。 OK、うん、終わり。ありがとうね。